さあ、大崎選手、西谷選手、注目の対戦、ヒロダンス見せてもらいましょう。ドドン来ました、コンマ31。さあ、その内につけられれば、つけれず。西谷選手、先行のゲームスタート。さあ、ちょっと順位表持ってきてくれる？さあ、しっかりとね、綺麗なキープ。まずは西谷選手。さあ、大崎選手。441残り。さあ、135取って200、170。あ、306。306。さあ、306から19回いきたいですね。そして20に戻る。はい、ナイスアレンジ。いいですね。ちゃんとアレンジをしっかりしてくる西谷選手。なんだこりゃ。さあ、210。ブルからいったんですね。トリプル捉えて100。118残りに対して343残り。これは180でも上がりが出ない。118、20から。あとミスですね。113、もう1本。83から10。83、93か。そうか、93、失礼。トリプル絡める。100取って183、74、14から。アレンジからの20ダブル。決まらず。183残り。163から143。47で136。10ダブル。サイドから。もう一回サイドから。3本目、見事。いやー、今のね、決め方かっこいいですよね。左サイド、左サイド、左サイドでね。移動ですよね。やっぱりこうスティールダーツ、的が狭いのでね、よりこう移動攻撃とか、それとかやっぱ的が狭いので、スイッチ、これね、しっかり練習しておきたいですよね。さあ、456から。さあ、ここロースコア続いてます。396残り、大崎選手。376から356、336残り。100取って261。この数字作りたいですね。276だったら140が必要になってきます。336残り。うわー、キープまで276同士。261からの241。241から5を取って236。276の子。
236はちょっといけないですよね、これ。あ、トリプル取られた。76からの160の140残り。ナイスアウト。さあ、233。19。2投目で19に来たかったですね。トリプル捉えて、もう1本、85で55番。133、19から行きたいですね。トリプル捉えて、68でもう1本。そして決まらず。決まった、大崎選手。406から。さあ、ここもナイスキープ。346から。ちょっと2人ともヒートアップしてスピーディーになってきましたね。さあ、100取って246残り。320の子。ここも100取って220まで持っていきたい。あと横ですね、もったいない。トリプル捉えて75から。125取って98残り。ナイスアレンジ。150から130からの110、90まで。さあ98残り。トリプル捉えて19。おお、トリプルダブル見事。しかも19決めてきた。いや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 、見事ですね。さあ14ブレイク、大崎選手。大崎選手もほぼ確ですね、これね。さあ PDC ワールドカップ代表決めるクオリファイ、大崎選手ほぼ確です。さあ140スタート、ビチスタートですね。さあ西谷選手、これは絶対西谷選手に勝たないといけない局面ですね。さあここ140取ればビッグラウンドきますね。60取って301。トリプル取って181取って360。いやー、ここでロースコアで西谷選手100取りたいですね。260、100取って260。206からの186、186から60取って126。ナイスアレンジ、いいですね、尾崎選手。お
これで上がり目がなし。126-19から。もう一本サイドからその横を通す。おっと、そして16-20。さあ20からの16アレンジ、20もう一本か、うん、16いっての36トリプルから、そしてアレンジからの20ダブル。おっと、先に20ダブルですね。さあ、そして10ダブル。あー、決まらず。さあ、大崎選手勝利の20ダブル。やったー、大崎選手見事にベスト16進出、かつ PDC ワールドカップジャパンクオリファイ行きを確定です。